耳で読む。シュタイナーの神秘学。51。宇宙の進化と人間。30。危機物語。エーテル体を通しての原始が語り始めると、彼らは自分の知識や記憶力を沈黙させざるを得なかった。しかし、その際には彼らを通して、工事の存在たちが語ったのである。その語る声は、かつて彼らの霊的祖先たちにも語りかけた霊たちの声であった。この霊たちが語る時以外の彼らは、素朴な人間として生きており、自分で獲得した理解力や感受性の持ち主に過ぎなかったのである。当時、インドに居住していた人間は、アトランティス人の古い魂を失わず、その魂の在り方を、なおも生き生きと記憶に保持し続けていた。霊界での諸経験がまだ思い出として残されていた。人々の大部分の心をこの超感覚的世界の初体験が力強く支配していた。彼らの主要部分は優れた運命の導きに従い、アトランティス居住者の中の最上の部分の中から選ばれて南アジアへやってきた人たちであった。この主要部分以外にも、様々な機会にこの地にたどり着いた人々がいた。こうしてできた人間集団のために、前述したキリスト秘義参入者が7人の偉大な弟子たちを指導者として選んだのである。この7人が太古のインド民族に英知と律法を与えた。この古インド人のほとんど消えかけている幻霊能力を再び生き生きと蘇らすためには、ごくわずかな準備だけで十分だった。なぜなら、もともと霊界への憧れがインド人の魂の基本の気分だったからである。人間の本来の故郷は霊界にあると人々は感じていた。人々は外的な感覚的知覚とそれに結びついた五生徒が提供する世界の中へ霊界から移住させられたのである。超感覚的世界は真実の世界であり、感覚世界は人間の知覚が生み出す名網、錯覚、マーヤであると感じられた。人々はあらゆる手立てを用いてこの真なる世界への展望を開こうと努力した。錯覚にとらわれた感性界に対しては何も興味を持つことができなかった。あるいはこの世界が超感覚的世界を覆うベールであると感じ、その観点だけからこの世界に関わろうとした。前述した7人の偉大な師がこのような人々に及ぼした影響力は絶大なものであった。この7人から伝授された事柄はインド人の魂の奥深くに生き続けた。アトランティス以来の生命体とアストラル体の所有がこの師たちに崇高な力を与えていたので、彼らは魔術的な仕方でも弟子たちに働きかけることができた。彼らは本来的意味で享受したのではない。魔術の力を通して個人から個人へ働きかけた。かくして超感覚的英知に貫かれた文化が生じた。インドの英知の書ベーダとして今日残されているものは、インド文化の最初期にこれらの偉大な師たちに守護された崇高な英知の本来の姿を描いておらず、その淡い残照でしかない。過去へ遡る超感覚的な眼差しだけが書かれたものの、背後の書かれざる根源英知にまで至ることができる。この根源英知の顕著な特徴は、アトランティス時代の様々な神託の英知の共音である。なぜなら、偉大な7人の師は、それぞれこれらの神託の英知の一つだけを打ち明けることができたからである。英知の様々な側面の背後には、予言的なキリスト秘義の根源地が生きていたので、それぞれの音が集まり一つの完全な和音となって響いたのである。7人の中のキリスト秘義参入者の霊的な後継者は、キリスト秘義参入者自身が明かし得た内容を示さなかった。この内容は人類進化の背後に隠され続けた。キリスト秘義参入者はその偉大な使命をアトランティス以後のいかなる人物にも伝えることができなかった。7人の偉大なインドの師の中のキリスト秘義参入者が
アトランティスのキリスト秘儀参入者と相違している点は、後者がキリストの秘密を霊視し、それを完全に人間の表象の中に生み出すことができたのに対し、インド期のキリスト秘儀参入者は、この秘密の残照だけを象徴と記号の中で表現できたことにある。事実、後者が人間として獲得できた表象は、この秘密にまでは及ばなかった。とはいえ、七人の死の結びつきの中から、超感覚的な世界の一つの認識内容が、偉大な英知像となって、現れていた。一方、太古のアトランティス神託の中では、この英知の個々の分子だけが告知され得たのである。かくして、宇宙界の偉大な指導精神が開示された。そして、七人の死によって掲示されたものの上に君臨する、あの、隠された偉大な大妖霊も、わずかに暗示されるようになった。ここで言う古代インド人は、通常の歴史が扱う古代インド人と同じではない。今、問題にする時代の文献は、今日何も残されていない。通常、インド人と呼ばれる民族は、今、問題にする時代の遥か後に生じた発展段階に対応している。今、考察の対象になっているのは、アトランティス以後における最初の時代である。この時代には、前述したインド文化が支配的だった。インド期に続いて、第二の高アトランティス期が生じた。そこでは、後述するように、原ペルシャの文化が支配的であった。そして、さらに後になると、同様に、後でエジプトカルディア文化として述べる時期が生じた。これら、高アトランティス、第二、第三文化期が育成されるにつれて、古インド文化もまた、その第二、第三期を体験した。そして、この第三期こそが、通常古代インドとして述べられているものなのである。このように、ここで取り上げる事柄を、一般に言う古代インドと関係づけることは許されない。この古インド文化の別の現れは、後代になって、人々をカースト制度の中に組み入れた働きである。インドに居住していたのは様々な種類の人間、つまり、土星人、木星人などなど、アトランティス人の後裔であった。ある魂が、あるカーストに生まれつくのは偶然ではなく、その魂自身が、それを選んだのだということを、超感覚的な教義が教えた。超感覚的教義の理解を助けたのは、特に、多くの人間の、すでに述べた祖先たちへの内なる思い出であるが、そのことは、人々に、天性についての間違った観念をも植え付けた。アトランティス時代には、秘儀参入者によってのみ、正しい天性の観念が獲得できたが、最初期のインドにおいては、偉大なる人の直接的な出会いによってのみ、それが可能となった。天性の間違った観念の方は、アトランティス没落後、ヨーロッパ、アジア、アフリカにまで移動した諸民族の中で、最大限の普及を見た。すでに、アトランティス時代にも、邪道に陥った秘儀参入者たちが、天性の秘密を、未熟な人たちにも明かしてしまったので、人々は、真の観念と、間違った観念とを、ますます混同するようになった。当時の人々には、アトランティス時代の遺産のように、様々な仕方で、薄明るい幻霊体験が存在し続けた。アトランティス人は、眠りの中で、霊界の中へ参入したが、その後裔たちは、覚醒と睡眠の、異常な中間状態の中で、この霊界を体験した。そのような時、彼らの心中には、彼らの祖先の時代についての警鐘が立ち現れた。彼らは、自分をそのような祖先の時代に生きていた人間の生まれ変わりであると考えた。秘儀参入者たちの正しい考え方と矛盾するような生まれ変わりの観念が、地球のすべてのところにまで広がった。アトランティスの没落後、西から東への長期間に及ぶ移動の末に、一群の民族が西南アジアに定住するようになった。その人たちの子孫は、歴史上、ペルシャ民族及びその近縁諸部族として知られるようになった。もちろん、
これらの民族を超感覚的に考察する場合にも、歴史時代よりはるか以前にまで遡っていかなければならない。